今日お昼ですね、東京都庁で記者会見してきました。このように東スポさんや各メディアの方がニュースにしてくれております。選挙フェス、まあ、選挙お祭りにしていこうということで、立花孝志がまた奇策、東京都知事選挙に13人擁立、30人目指すと17人追加でカオス必至というタイトルで東スポさん記事書いてくれてます。で、今日の模様もこのように写真をね、ポスターを飾ってる写真を出してくれてるのは、まあ、東スポさんになります。まあ、一般紙も取り上げてくれてましてですね、これ選挙フェスっていうのをどういう意味かっていうと、まずは選挙に皆さん参加しましょう、一緒に選挙をお祭りにしましょうって感じですね。もうタンタラ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 ンタ、踊るアホーに見るアホーってやつですね。同じアホなら踊れんねソンソンっていう感じで、踊ってる人も見てる人もお祭り参加してるようにですね、選挙って何か政治家だけのお祭りみたいになってるんですよね。でも半分ぐらいの人が選挙に行かないんですね。地方選挙、今だったら埼玉県の志木市っていうところで市議会議員選挙行われてますが、投票率たったの 30% ぐらいですよ。3人に1人しか行かないですよね。3人に1人は選挙行かないです。だからせっかく税金使って選挙をするんだったら、みんなで参加しましょうというところで、参加には少なくとも3つの方法があると。今回今日発表した13人が立候補する、残り17人、選挙に自らが立候補して自分がテレビに出て、 NHK や民放、今回は東京 MXTV になりますが、民放に出て自分の考えを訴えるっていう、いわゆる立候補するというフェスへの参加、これはですね30人しか無理です。今回ね、我々30人が限界なんで、もちろん自分でね300万出して立候補する人は、全然やれるんですが、今回私が提案する NHK から国民を守る党がプロデュースする立候補は30人ということで、あと残り枠17人ということになっております。で、このポスターですね、ポスター形状がですね、まあ、ちょっと昨日あたりの、一昨日の動画あたり見てもらえればいいんですが、これはですね、実は約1万4000箇所のポスター掲示板が立ちます。で、このポスター掲示板が今回の選挙フェスの一番の目玉商品になってます。肝ですね。要はポスター掲示板、皆さんも見たことあると思うんですが、政治家のね、これぐらいの写真と名前が入ってるポスター、よーく子供の頃から見たことあると思うんですが、あのポスター掲示板にあなたも自分の顔、あるいは自分の恋人、推してるインフルエンサー、まあ、私の飼い犬ですね、サスケくんとかですね、選挙ポスターにあなたの好きなポスターを貼って、しかも一つの掲示板に30枚貼れますから、30枚貼ってそれをインスタ、写真に撮ってインスタにアップする、 YouTube にアップする、 TikTok にアップするね、まあ、そういう形でですね、これ圧巻です。これが一番今回の肝ですね。